95点ぐらいですよ。疑問者は1個だけですからね。え、本当ですか、はい、防止したい。だんだん危なくなってきましたね。よし、大丈
死にません。いや、結構危ないですね。上手に死んでくださると。怖くないですけど、死にたくないですね。その親戚みたいになっちゃう。よし、次これを。これ大丈夫。間違えたくないです。まず先生、どこまでもついてきます？いや、そろそろついていかないですね。
あ、ビデオ。ビデオやってるんですけど。どうやってやるか。ももちゃんのことですから、聞いてください。ここ押さえますか。聞いてますか。はい、聞いてください。こう切るの。大きいとこが分からない。スイッチだ。スイッチですか、これですよ。あと、写真の週刊とかに渡してみる。そうなんですよ。じゃあ、ワイキ切った方がいいんじゃないですかね。え、じゃあ、ワイキ切った方がいいんじゃないですか。あ、いや、いいです、いいです。いいですか。やめときます？やめてた。やめてた。もうやったら当たりされるし。そうですね。そこだったら切れちゃいますからね。ねえ、ありますかね。ありますよ、大丈夫です。そこを抜いたっていうことは、違うんでしょうか。ここに来て、はい、受け入れなさい。いや、目だけにさせられちゃったんですね。向いているロットをしちゃってるんですね。
とこ電池切れたんかな。赤いのがペカペカってどんどんだろうね。ああ。循環をし直します？これ本当だ。でもこれ大丈夫？これ秒数が進んでるから。そうか。なんだろうじゃあ。もう一回これしたらいいかな。大丈夫大丈夫。秒数。先生まだ大丈夫ですか？まだ大丈夫ですけど、ここからの数字は大事ですね。あと10点ぐらいってところだいぶ追いつかれちゃってますから、ね。先生追いついてこんなことないからの数字ですか？でもそんな大きいではないでしょ。そんな大きいとこないですよ。そうですよね。こんなとこですか。一つだけ大きいとこあるんですよね。一つだけ打ち出せちゃいけないところです。私分かんなかったら明日の朝まで考えとくんです。普通の寄せの大きいとかですよ。大きいじゃない。あ、岸の大きくて、ただの寄せで大きいとか。持ち時間、8時間ですか。ここ？そうですけど、もう一回り大きいとかありますね。そこは後ろからだけの先手ですからね。にした。はい。というか左上というか。左上ですね。ただの羽。そうです。ただの羽が飛び抜けて大きいです。こんなところですか。はい。もう、いただきます。
先生来ましたまた具形ですか、うん、ご飯は具形だと思いますいいんですか、はい、あそれは具形でも余計危ないですね余計危ない黙ってもの目ここも切れがあるからそうですね、はい、ご飯は具形だいいんですかもう姿形にものすごく気にする人ですのでそれは素晴らしいことです姿形でも今中国とか韓国とかは姿形でどこが見せれるかとか言ったビデオカメラ。ビデオで。
ないですよ。だいぶ近いですね。こうやるんですか。あれですか。それ筋が良すぎますね。もっと筋は。あ、黙ってこうやっていくの。先生とは大きいとこ打っても子が小さいとこ打ってばっかりっていうことは若干ありますけどやむを得ないのもありますね。本当に、はい、ありがとうございます。みんなそうなんで抜いても出てこられるの。1個ずつ出て、また危ない。いや、先天台さんどっから1個ずつ出た感じですけどね。だってどこありますの？縦のこれとことか。あ、これよりも。これ次の手前ですからね。次がないじゃないですか。これも次がないじゃないですか。あ、そういうことですか。はい、次があるところ、次のところ手は受けてるからね、はい、相手が受けるところ相手が受けるところっていうと、いや、もうないかもしれないその1個がチミネーションが2回ないぐらい細かくなっちゃいます。なるほど、相手が結構しまいでしたね。これいいですか。はい、はい、
ここでもいいですね。はい。はい。大丈夫じゃないですか。これ関係ない。ただゼロですね。はい、あ、そうですか。先生ドラ様ですか。高いですよ。いや、ドラ様。ああ、リスグ。久米さん。ちょっと待ってください。これが詰まってくる。もうじゃあいいかな。はい。久米さんって方なんだけど。はい。はい、詰まると危ないですみたいな。はい、ここからやってくるんですか先生。そうです、ここからやってきてっていうことは、どうつまっておけばいい。でも本因坊の石3つ取っただけでも。そうなんですか。3つぐらい取れますよ。それだけでも今日は満足です。遠いとこから来た甲斐がありました。遠いとこから1、2、3、4、5。ここを積んでるだけで並べるのは上手いんですよ私。並べるのですか。並べるのが早くて。いやでも先生の方が早かった。いやまだ終わってないです。うわあ先生、あごめんなさい、どうしよう先生、やっぱりあんまり上手じゃなかった。並べるのもあったら。いや面白い字難しいですね、作り方ねえ先生。わかります。はい、小さな字ばっかりで。これでいいですか。あまだまだ先生、これ先生それ白字ですけどおかしいですね。いいけど、いや燃えないですね、この感じは。これで、取っちゃっていいですか。これとこれと、これとこれと先生、はい、交換して、えで、1、2、3、1、3、12、10。あ、ここも先生あるじゃないですか。いいです。いいけど、ここもあるんでちょっと辛いかもしれないね。先生、全然上手じゃないじゃないですか。私ここから取っちゃっていいですか。こう取って、で、こことこことここにしましょうか。じゃあ、20、30、46。20、30、47です。あ、すごい先生、はい、もう打つ前からもう数えてらっしゃった。打つ前からというか、もう打ちながら毎回数えてますけどね。ありがとうございます。恐縮です。いやいや、これどうです先生、乗せられるような碁でした。乗せられると思いますよ。あ、じゃあいいじゃないですか。打った瞬間に時間で許すぐらいですよね。早いですかね。じっくり考えたら先生もっと強いですよ。あ、そうなんですか。まだもう今日はそれどころいただきたいんですけれども、はい、どう書けばいいですか。何書くんでしょう。なんか丸かどうですか。そう。丸っていうのは言えばいいですね。はい。これここまではいいですか。これもいいです。じゃあ手抜いて。先生たくさん定石ご存知だから私も今も。いやでも全部言ったのに。これ手抜きでいいんですか。あ、いいですよ、手抜きで、はい、はい、
これ掛け継ぎですか？いや、飲んでいいんじゃないですか。いや、だって悪いとこない。形が悪いですけど、これでいいですよ。ここまで完璧です。これ先生、ここですか？いや、ここは変でしょうね。裾開きみたいなの。ですよね、はい、これでいいですよね、はい、これ飲み出したら、はい、逃げ出されると怖いんで守らなきゃいけないんですけど、これはちょっと中途半端ですね。あー、どうするんですか、こうするんですか。そうです、こうとかこうとか。そうか、はい、このヘボコスミって言うんですかね。言うんですかね。どうなんでしょう、ヘボコスミとはちょっと違う気もしますけど、取れてないですもんね、これじゃ。なんか不安ですよね、まだ。なんかないですか。それ不安に感じないんですよ、鈍感だから。なんか形が、なんかちょっと、ちょっと。そうか、そうか。これの一点も一つだけあるんですよ。ここに捨てているときにつけれるんですよね。ここの出ていくときにはすごい便利なので、その点いいんですけど、さっきやらなかったですね。普通はこうです。まあでもこれも別にここに強いんで、あ、先生、こうさっきの時こう、はい、こうやってこうやった時にこうつけてれば足り出せていけないですよね。そう、死んじゃいますか。じゃあつけるべきだったんですね、はい、でぶつかってもこうやってちょうどいいところにいるので、それには便利なんですよ、これ切られちゃう。はい、ということはそうやってこうやってればこれの顔がすごい立ったので。そうですよね、はい、先生、これもあれだし、 こ、はい、こっちも行きなきゃいけないし、こっち打たなきゃいけないんでこう守って、こっちまた行きなきゃいけないんでこっち攻めに行ってっていうふうでもう楽勝だったんですけど、ここさえ打てば最後に。だからこの場合握手でもあり、ここにさえ打てば、はい、別にそれなりの顔が立つ手なので、そんなに悪い手じゃないです。だからここまでは握手と言えるわけはないです。これ全然こうしようかなと思って。あ、その方がよかったかもしれないですね。大直感。でもいつもこれがね、はい、いつもこの形って、あ、また嫌ですよね。なんか団子の。そうですね。まあでも、普通は強い石なんですけどね。あんまりほっときすぎるとすぐ危なくなっちゃうんですかね。うん、今みたいに。よくね、よくね。でも普通は自然ですよね。これ、こういう感覚は大事ですよ。これいい手だと思います。あ、っていうことじゃないですけどね。で、こう月がありますよね。月なら受けててありがたいんですけどね。あ、そうです。はい、私こう思ったんですけど、はい、ただこれはここがあるっていうことだけ分かってれば、あ、どっかで守ればいいんで。じゃあ先生、こうやって降りてる。それでもいいですよ。あ、もっと攻めていってでもいいんですけど、攻めが終わった時にはここがあるなと思わないと、攻めてる途中は来ないですけど、うん、はい、だからまあこれでこういうふうに打って酸素をなくしておく手もありますけどね。こうやってこうやってこうやって、あ、でも別に対してこんな 2,3 箇所しか書かないのに気にするようなところじゃないです。あ、はいはい、順調にして、ちょっと黙って抜いたんですけど、はいはい、で手抜いたんですけど、はい、で、お、小さいですか。ただそれ決めたらいいんじゃないですか。いいですか、はい、見事で、で手抜いて、はい、で、あっちを攻めに行ったんですけど、ここに打ったんですね。あー、はい、だからこれが、本当はここに行ければ最高なんですけど、ちょっと怖いですよね。おー、はい、ちょっと無理です。おーっていう感じにならない。で、こう打ったんですね、はい、ですからここでこれを攻めるためにこっちから攻めていけるってわけですね。これが最初の口じゃないですか。なるほど、そこから攻めていければよかったと思いますよ。ここが三々があるっていうふうに意識して最初からしてればここに打てたんですよね。これがこのまま地だと思ってると絶対そこに行かないですけど、ちょっと広すぎちゃうので地にはならないです。これ先生必要、はい、あ、でもこれこっちから上手なんで、こうやって、はい、こうやってこれ必要、まあ立派な手でしょうね。で、こうやってこれ打ったんですね、うん、で、こうやったんですね、はい、これ渡らせるんですか。いや、渡らせないのはいいです。今攻めてるんですよね、うん、攻めてるので渡らせないのは大事なことです。で、これこっちも渡らせない、いいじゃないですか。ですか、はい、で、こういうんですけど、はい、これ先生死にません。死にませんけど、
もうちょっと攻め方が下手。攻め方がちょっと失敗しましたね。こうやるんですか。ですね、いいんでしょうね。これ下から行ってるじゃないですか。結構本気の攻め方なんですよ。これこっちから行ってる方がいいんですよね。押し取る気がないな。これ上で。いや取る気満々ですよ。取る気満々なら。これ取る気満々。この本因坊戦中にお忙しい中、羽直樹さんに来ていただいてありがとうございます。今日いらっしゃったっていうことは、はい、余裕で語れるってことですかね。いやもうかなり前から出て入ってましたからね。いや今日は初舞おめでとうございますって言ってそういう予行練習をしてたんです。これですね。まだ無理じゃないですよね。あの方は勝ってたと思うんですけどね。5曲目ですか。5曲目はもう負けです。どうですか。やっぱスポンサーのために第7曲まで。いや早めに終わりたいんです。それでは、ちょっと序盤ですけれども、何曲か、布石だけやりたいと思いますので、まずこれ先生、第1曲目ですね。はい、覚えてらっしゃいますか、先生。まあ、なんとか大丈夫です。何が大丈夫ですか。で、ここまでは、先生、2年生お好きですか。いや、あんまり打たないんですけど。なんか、キム・スジュンさんにおっしゃる、はい、2年生は今時打つのは竹宮先生しかいないとか言って、あ、そうですか、おっしゃってますけれど。白の2年生、本当は好きなんですけどね。はい、黒の作戦を避けるために小目にいろいろ打ったりして避けようとするんですけど、まあ、ちょっと今回まともにいってみようかなということで、まあ、2年生自体は好きなんですけどね。そうですか、はい、白の場合は、はい、すごいですね、ちょっと覚えてらっしゃいますね。はい、今のところ大丈夫。ありがとうございます。ね、この調査機はいろいろありますけど、つけて、はねて、で、割り込みますよね。はい、こちらもこちらもありますよね。あ、一応ありますね。ね、こちらの方がおすすめでした、はい、一応あるんですけど、これはちょっと特殊ですね。あ、そうですか。はい、じゃやっぱりこちらの方が、はい、右の方が普通だと思います。はい、これ当たりですので、はいはい、これ主張関係がありますので、主張が黒がいい時には切りが普通ですね。で、それで主張が悪いからちょっと不都合がある時にはこっちからわざと避けるんですけど、はい、これまあ自然になるのはこちらです。で、ね、これもですね、すぐ私なんかすぐ間違えちゃうんですけど、こっちとこっちとあるんですけれど、はい、曲がるのが主張関係ですね。はい、主張が良ければ白曲がりたいんですけども、まあ、継がれて押さえと主張が見合いと、はい、多分主張が黒良かったはずです。打ってないので、はい、黒はいいですね。で、はい、先生、次どこ覚えてらっしゃいます。はい、覚えてますよ。はい、どこでしょうか。飛びですね。はい、先生、38分もお考えになられたみたいですけど。はい、あのすごく不自然な手なので、はい、あの皆さんはここには打たない方がいいです。はい、おすすめは全くできないですね。あとが非常に難しくなります。はい、ここで皆さんにおすすめするのはここの間に入ることです。ここに入るのが絶対正解だと思います、普通に考えると。はい、あのこちらに入ってもこちらに入っても白が一方的に攻められますよね。ですからそういうとこ入るのはあまり目的が少ない、苦しんだだけってことがよくありますので、ここに入ると、例えばこういうふうに入るとこの黒も弱いのでお互い弱い戦いですよね。ですから戦いがすごい楽ですし、飛んできたらまた飛んでいくという感じで、こういう実戦でもありましたから、これなんか自然だと思います。はい、で実戦ちょっとひねってここ見てみたら、はい、があるっていうことで、はい、どこに守るかを聞いてからどこ打つ手を決めようと。あ、はい、真ん中ですね。で、大体普通先生、はい、あっち黒さんの字ですよね。はい、黒の字ですね。こっち白さんですね。
こういうところが大きいような、はい、こういうところとか、こういうところが大きいように見えるんですけれども、はい、はい、これいいんじゃないですか、いいですね、正解だと思います、ね、はい、ですよね、はい、そっち打ちたかったんですけどね、じゃあなんで、あのこっちに打つと 黒さんはこっちが地だからってこっち主張しますよね、うん、でその打つときにコスむと思ったんですよ、はい、コスんで来られてからここ何か荒らしに行くのは非常に難しい、どこに打っていいか全く分からなかったので、この形よりもいい形にしていたかったんです、はい、ですからこっち桂馬するのを大前提に実戦は狭いんですけども、こっちから打っておけばこういう風に打って、もう部分的にはありえない打ち方なんですけども、こっちに打ってもう一回黒に打たれた時にコスミより良ければいいなというためだけだったんです。先生でもここっていうのは大体こんなとこに打ったら、はい、焼き餅の手だと私は思うんですけど、はい、もうその通り、ね、焼き餅の一番最たるような、だいたい広いところから打つと勝てると言いますけど、はい、そこ狭くない、はい、狭いですね、狭いですね、はい、ね、ましてやこれで例えば今打たれましたよね、はい、でこうで飛ばれまして、で白さん黒さん桂馬、はい、そこで、はい、これはちょっといかにもずうずうしくないです、まあずうずうしいですよね、ちょっと危なくないですか、はい、ですから、まあ普通は皆さんにはこう弱い石はほっとかないでちゃんと守りなさいって教えるんですけども、ここ後手引くようだったら本当に狭いところ荒らせようになっちゃいますから、もうこれは先手取ってここに打つという前提だったんでしょうがないですね、だから皆さんにはこれちょっとおすすめできない、この飛びからの一連のコースは全くおすすめできない打ち方です。激しい碁だったんですよね先生ね、そうです ね激しいというか、まあ、うん、ずっと難しい碁でしたけど ね、うん、でも、これは1局目ですけど259で夜の7時53分ですね、はい、2目半勝ち、まず1勝されます、はい、はい、そうですね、どうですね、はい、先生、これ皆さん帰るときはこっちから帰るのをおすすめしたいんですよ、そうですね、はい、部分的に帰ったらこっちですから、はい、まあ、熱い方なんですけどね、はい、部分的にはこっちですよ、はい、ただこっち後手引いてこっち守られちゃいますから、先手取りたかったのでちょっと特別な方をしたという1局です。その前にちょっと言い忘れておりました、あの NEC 優勝されました、それで、タイトル数が覚えてらっしゃいます、全く知りません、あ、そうですか、はい、教えてあげます、16です、16なんですか、今期また取ると17、そうです、あ、そうです、はい、はい、ぜひぜひ、はい、もう取ったようなもんだと思うんですけれども、いやいや全然全くそんな気分じゃないじゃあ先生の第1局目です、第2局目は高尾さん黒1ですね、はい、こっから打つもんですか、こっちから打つもんですか、好き好き、好き好きですね、あ、好き好きですか、竹部、はい、先生はこっちの方が大きいって言ってますよね、竹部先生確か、あ、素直に考えればこっちだという、あ、まあ、これは正しい説なんですよね、ここを打って一番広いのはこっちですから広い方を打つの素直なんですけどね、はい、ああ、なるほど、ただまあいろいろ理由があるんですよ、相手にもよって、相手がどの布石が好きかにもよって2手目でも変わってくるので、なるほどね、はい、どちらでもいいですよね、あ、そうですね、5がしまうで、昔はこういうのは、はい、大体割り打ちしろって言って、はい、ね、ね、でも今割り打ち少なくなりましたね、前よりは減りました ね前はもう当然っていう感じで 100% こうだったんですけども、ね、今はいろいろあります、白石と黒石を入れ替えると、はい、そうですね、はい、ですよね、おっしゃる通りですよね、はい、なぜ少なくなったんですか、割り打ちは締まりの方が大きいんですかね、いや締まりが大きいっていうのもありますし、何かこの布石があまりにも多いんですよ、ですから黒が作戦を立ててこれ来てるの分かるので、まあ、ちょっと避けようかなっていうのもありますし、まあ、前よりもこう締まりからこう開く、ここに打たれてもそれほど怖がらなくなってるんですよね、でも例えば長地君先生だったら、はい、こんなとこは黒字じゃないとか言って土足で入ってこられますけれども、はい、私たちはちょっとね、奥ゆかしい私たちってたら、こんなのがとてもとても入れないから、ちょっとこういうのはちょっと作ると怖いんですけれども、はい、この構えは黒としては最高の構えですから、これ、あとが荒らしがうまくないとちょっと難しいですよね、うまく荒らす自信がある方がこれはやってもいいんですけども、まあ、普通は、この割り打ちはいかにも絶好点ですから、ここに打つのをおすすめはしますね。うん、そうですね。はい、で
番打ちたいところ、はい、あんまり打ちたくないですけど、やむを得ない。これ先生、一見に挟まれましたけれども、はい、受けはいかがですか。いや、受けでもいいですよ。受けでこれも好きな方、はい、まあ、好きな方でどちらでも、まあ、こっちが好きなんでこうやるんですけど、大仏なら、うん、こうやられて、これも一曲は一曲、一曲は一曲、うん、はい、でまず挟むって言って、おしバックに白さんがいるときはあまり挟まない方がいいかなと思うんですけど、そんなことないですか。それはそうでもないですね。なこれもさっきと一緒なんですけども、こういう風になると白っぽいですよね。これを荒らすのがうまくないとこういうのは作らない方がいいんですよ。で黒はこちら打って、白はこちら打ってっていうことになった時に、これ荒らすのがうまい方が勝つんですよ。ですから荒らすのがどこ打っていいか全くわからないっていう方はこういう形を作らない方がいい、はい、ですからそれを防ぐ意味で早めに挟んでいくというのは模様を作らせないので楽な方法だと思いますね。挟み方もこの6箇所ありますけれども、はい、6箇所ありますけど、まあ好きなところで、あ、好きなところで、はい、いいですか、好きなところで、これが一番変化が少ないですからね。まあこれが一番好きなんですけども、変化が少ないです、で、三三、ね、はい、三三ですね。これも両掛かりもありますし、ああ、ありますけど ね、互い線では少ないですね。あ、なんでですか。あ、ちょっと無理なので、あ、はい、黒が多いところだから、黒が多いところなので、例えばこういう風に来られても、ああ、はい、まずでも上に行きなさいとか言いますけど、こういう場合はいいんですか。大体封鎖されますよね、はい、でも生きればいいって問題じゃないとかってよく怒られますけど、はい、皆さんこれ生きるためにこうやりますからね、生きるためにここに下に進むのは良くない。ただこれは黒、これは白を生かさないために黒をこうやるんですね。で、かけてくるのを待って出切っていく。結構強情な手なんですよね。強情というのか、白が強情だったのか。白が無理なので、もともと黒としてはこう順番に出ていって、この白さんもらったと。ああ、はい、ごちそうさまと。はい、ここ黒字ですからね。で、ちょうどいいとこ挟んでますし、ですから両刈り自体、本当は互い戦ではちょっと無理なんです。はい、それでも黒が多いときは、簡単に、はい、で押さえて、はい、で先生これもですね、いっぱいありますよね、はい、だいたい定石はこうやってこう、はい、スーザーありますし、はい、こう触るのもありますし、はい、ね、今はなんか出てくるのが、あ、それが多いですね、ね、多いですね、はい、え、ここ穴が開いてますけど、はい、大丈夫ですか。まあ、今のところ大丈夫ですね。大丈夫ですか、はい、じゃあ出ますよ、はい、で切りたいんですけど、なんか切る方向間違えるとなんか大失敗しそうな感じなんですけど、どう考えたらいいですか。そうですね、いや、この形はですね、普通は取りたい方の反対切るんですけど、両方取りたいときは、両方取りたいときはより取りたい方で、より取りたい、なるほど、はい、そうですか。だいたい切った方を取ってきますから、はい、こっち切ったらこの2目は取れるわけです、うん、はい、こっち切ってこの2目を取って満足であればこれが正解なんですけども、うん、なんか真っ白ですね、はい、でこう飛び出されまして、なんか壁にくっついてる感じもしますし、そうですよね、はい、ここでこう黒が打ったような感じですよね。で模様を張ろうとしたのに飛び出されてしまうと、もう消えてしまってますので、はい、ですからこの場合はこの2目を取るっていうのが取りたい石じゃないんですね、これが。ですから逆の、はい、こちらを切る、切った方を取っていきます。で、いきます。これもまたありますね、でこう引っ張るやつ、はい、ね、はい、どうですか。声と頭を押さえるのがありますか。あ、これは両方ありますよ、ね、はい、お好きな方で、お好きな方で、はい、こちらも、はい、はい、で、はい、先生、傷が2箇所あるように思えるんですけれども、はい、まあ、普通はこうですね、皆さんこうやっててもらって構わない、そうですよね、はい、でもそうやると白さんに、まあ